だけどね、小泉に言わせれば議会の活性化ってじゃあ何なんだってことなんですよ。議員が議場で活発に発言することですよ。だけどこれがね、長野市議会の場合ちょっと怪しい。で、小泉はね、調べました。議案質疑っていうのがあるんですね。行政が議案を出してくる。で、はい、質問っていう、そういう質問の制度が議会にあります。議案質疑、これを長野市議会がどのくらい一生懸命やってんだろうってことをね、長野県内の他の市議会と比較したのを小泉が調べてみました。そしたらね、長野市は平成26年の議案質疑やってるのは議員1人当たりね 0.18回。で、小泉はね7回やってます。でね、小泉だけしかやってないんですよ、はっきり言って議案質疑で。他の市議会のね様子を見ると、あの安曇野とか大町とかあっちの方は一生懸命やっててね、1人平均で6回以上やってます。で、長野市議会ね、じゃあなんでそうなんだ、平均でもね、長野県内の市議会平均でも議案質疑年間で1人当たり 1.4 回はやってます。真剣にやりますよ。だけど他の方々はどうなんだ。議会活性化検討委員会作ってごたごたね審議するのはいいけれども、じゃあ自分自身ね、一人一人の議員がきちんと議場で発言する、そのこと、一番基本的なことちゃんとやっているのか。3月議会なんか議案が70本出てくるんですよ。70本出てくるけど、議案質疑するのは小泉一馬だけなんですよ。で、それでいいのか。もうシャンシャンで通そうとしちゃったんですよね、皆さんね。右から左にね、議案流していきましょうよ。それが私たち議員の役割じゃないんですか。そういう意識でやって60万という月給をもらっているなら、それはちょっともらいすぎじゃないかなと小泉も思いますよね。皆さんから票をいただいているの、お前チェックしてこいと、議案がね、疑問があったらちゃんとチェックしてこいと。それで小泉は3400票いただいているんで、そのために議案質疑する。長野市議会はね、県内の市議会の中で一番高いんですよ、給料が。サラリーのね、お金一番たくさんもらってるんです。すいません、小泉ももらってますよ。もらってるけど、小泉はその分仕事しなきゃと思って議案質疑はぶちってやります。他の議員もそうやってくださいよっていうのを小泉は言いたいんです。で、分かってくれるだろうと思ってね、議案質疑できるんだよ、やっていいんだよっていうことを示す意味でも、小泉は毎回毎回毎議会議案質疑って必ずやってます。だからそれをね、他の議員はどう見てるかっていうと、あ、小泉はまた目立とうとしてあんなことやってるよみたいなふうに冷やっこい目で見てます。そんなこと気にしないでね、小泉いつかそういうことを他の皆さんもやってくれるだろうと思ってやってますけれども、全然この1年間そういう動きはないですね。他の議員ちゃんと仕事してくれよと小泉は言いたい、ね、小泉一馬の訴えでありました。すいません、朝から暑苦しくて申し訳ないです。